タンドに詰めかけたサポーターの歓声がスタジアム全体を包み込んでいます。この時間は AS ローマ対インテル、こちらの一戦をお楽しみいただきます。コンディションですが、こちら現地は晴れております。今日のナイトゲーム、このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞ。前半開始早々です。早速来ましたね。クロスボールに頭で反応、いいシュートでしたね。セラス落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。立ち上がり順調ともいえる先制ゴールです。いやリードしたってことも大きいですけども、やはりそれ以上に時間帯がいいですよね。ゲーム立ち上がりから自分たちのサッカーがしやすくなるということですよね。主導権を握る意味では大きなゴールになりましたよね。激しいボールの奪い合いです。シルパス、この位置でボールを受けます。さあシュートに行くのか、シュート、いやーポストに阻まれた形になりました。いや本当に修正値ギリのところですよね、狙ってる範囲はね。ローマ決定的なチャンスを押さ、おっと、多少時間かけてでもしっかりブロックを形成できてますからね。チームの守備の形になりつつありますよね。大きく縦へ、ラキティッチ、さあつながるか、抜けた、ここシュート、いや頼もしいですよね。これ止めちゃうわけですからね、まさに守護神ですよね。フワット裏を狙う、プレスからボールがこぼれる、裏のスペースを狙う、さあ左へ預けてクロスを入れる、ヘディング、いや北澤さん、これナイスセーブでしたね。いや素晴らしいですよね、ファインセーブですよね。この場面でスーパーセーブです。このファーストハーフ最初のコーナーキックはローマ、前を取る、つないか、出す、ここで受けて、これ仕掛ければ、スペース出ましたね。シュート、ソウル、クルーズボール、ボールを追います、ファーサイド、来た、完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、絶対のチャンスでしたけどもね、クルーズはちょっと甘くなっちゃいましたね。もう考え気にしますけどね。
スマヌデンベレ、ふわっとしたボール、ベッカム、いい形ですよ。さあ中央へ、どうも、あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。イルーク狙ったボール、セリ、ソリッチ、ソリッチから長いボール縦へ、さあどこに出してくる、チャンスは演出できるか、チャンスだ、ネイマール触れた、危ない、シュート、セグ、グズボールになる。いやー、今の北澤さんファインセーブでしたね。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これウスマル・デンベレ、ネイマールからスペースに出る、さあベッカム、いいですね、縦へのボール、ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。45分間戦って1対0、ローン、まずは1点先制して折り返す前半となりました。まだ1点差ではありますけど、はい、しっかり守れてましたから、うん、内容としては良かったですよね、はい、あとは相手が来たところでボールを奪ってもう1点という確実なサッカーをしていくのも良かったと思いますね。なるほど。 AS ローマ対インテル、ローマが1点を先制して折り返します。早々とこの後半始まっています。ローン 1-0 リードです。ウスマヌ・デンベレ、右サイドを上がっていきます。回りませんね。裏のスペースへ、このスルーパスは通りません。こぼれてる、低い弾道、シュート、こぼれた、手を詰めている。いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。インテル、いいところにいたんですけどもね、ここは決めきれませんでしたね。デイビス、柔らかいボール、セリ、ネドベド、さあインテルボールです。アーチのようなパス、ジャンセリからベッカム、ルーズボール、柔らかいボール、このボール危険です。ネイマール、パスでつないで攻め込んでいきます。インテル、サイドのスペースを使います。いいボール入りますよ。ベッカム、スルーゾーン、頭にピンポイントで合わせたんですが、ここは決まりません。よく頭で合わせてきましたけどね。インテル、チャンスを迎えたシーンがありました。スルーパスを出す、ここは通しません。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。ローマとしては得点と時間帯だけを見れば攻めるのか守るのか難しいところですよね。まあ個人的にはあと3点取りに行くぞという気持ちでね、攻めていってほしいですよね。サイドを使います、このパスを防ぎます。スメオネ、どうだ、長いボールを送ります。裏へのスルーパス、フリッチ、インテルは先ほどからクロスを入れるシーンが多いですね。そうですね、サイドに渡ったらもう中は結構準備しますよね、はい、まあクロスを印象付けるとサイドにボールが渡った時に中央のディフェンダーを突っ込まれますからね。中は中で人数が増えますから、はい、相手に的を絞らせないメリットがありますよね。いやー、まさに
セリ、インテとしてはとにかくゴールまでボールを運ばないことにはゴールにならないですからね。これはファウル、ヤニッチ今のファウルでイエローカードをもらっています。さあ残り15分、ラキティッチ、ラキティッチからネイマール、スルーパス上げる、クリアが浅い、ちょっと当てましたかね、でもまだ時間ありますから分かりませんよね。ネイマール、さあカウンタースピードを上げたいところ、来ましたよ、もう試合は決まったようなもんなんですけどね。右サイド上がっていく、裏のスペースへ、裏へ抜けた、仕掛けるか、このまま終われるかっていうようなね攻撃でしたけどね。抜けてくる、この時間帯で2点差にできたのは大きいですよね。ここからもうチーム全体で時間を使いながら、まあ、そういった感じになるんですよね。コーナーキックです。ドーバーとしては前残り時間どう使ってくるのか注目ですよね。デイビスからの折り返し、点差は3点、試合が決まってしまう、主審が両口に加えて今試合終了です。3対0、ローマ大差で勝ちました。北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。ローマとしてはしっかりと点差をつけて勝利をものにできたわけですから、監督も納得のいく試合内容だったと思いますよ。今日の結果をうまく次につなげていきたいですよね。